どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。フォートナイト開いてみたら、ドロップウェーブという限定モードが来てました。何回かやってみたところとても面白かったので、今回はこちらを遊んでいきたいと思います。3ラウンド選手で、各ラウンドごとにアイテムが与えられるのか。うん、そしてストームが早く動くから、スピーディーな試合が楽しめるよ。このモードのいいところの一つは、懐かしい武器がいっぱい使えること。昔のフォートナイトを思い出すことができるし、最近しばらくやってなかったって人でも、楽しめるんじゃないかな。限定モードだからボットもいないしな。あれ、でも待って、このモードスクワットのはずなのに、私たちのチーム二人しかいないよ。ま、待ってればそのうち来てくれるか。さあラウンド1、舞台はスウェティサンズ。前後チーム、最大20人で争われるわけだな。最後まで生き残った人のチームがラウンドを取れるわ。てか待って、私たち結局二人じゃん。四人チームもいるのに圧倒的不利じゃない？始まる前から相当なハンデを負ってしまったな。でも頑張るわよ、こうなったら工夫するしかない。まずはリスクを取ってあの補給物資を取りに行かないと、勝ち目は薄いわ。運よく他のチームが来る前に到着。うおー、しかも中身はロケランだ。ワンチャンあるよこれ。霊夢がいる場所かなりアンチの真ん中だしな。さて、せっかく地雷も出たんでとりあえず適当なとこにセットしときましょう。よしよし、かなりいい感じじゃない？って痛い、後ろから撃たれた。チクッとしたわ。銃弾撃たれてるにしては軽い反応だな。おうおうやるんかお前ら。こちとらロケラン持ってるんやぞ。武器が強いからって急に強気だな。人数振りには変わりないんだから気を抜くなよ。よし、まずは1キル。へへ、みんな下で頑張って戦ってるわ。私はロケランで高みの見物と行きましょうかね。全員ポンプと P90 持ってるから、かなり激しい近距離戦になってるな。少しずつ数が減ってるわ。このまま潰し合いなさい。ロケランの弾、意外とたくさんあるから、まだまだ撃ち続けれるな。あっと、味方さんやられちゃった。でも敵もかなり減ってきた。マジでワンチャンあるよ。よし、さらに一人倒した。あと一人じゃねえか。下にいる、とりあえずロケランで建築をさせない。とにかく撃ちまくれー。勝ったー。おいマジかよ。まあ単にロケランが強すぎただけだけど。とにかく、たった二人ながら1ラウンド取ったわ。で、いきなりマーキングされてる。さっき勝ったから二人チームでも容赦なしだな。これはもうさっきと同じように補給物資取らないときつそう。でもやっぱ同じ作戦は二度は通じないか。めちゃくちゃ狙われてたな。しかも大していいものでなかったし、結局取れなかったし。やっぱりさっき勝てたのはたまたまだったんだな。いやまだ諦めてないわよ。まずはグラップラーで一旦遠くまで逃げよう。うまく玉れれば勝機はある。おっとしかしまた近くに別の敵が。これはやるしかないわね。金卓書ならやれる。やった？だが霊夢も瀕死に。回復させてもらえるか。うん厳しい。まあどんまいだな。あとは味方さんだが。結構体力削られちゃってる。まあしょうがない。次また頑張りましょう。3ラウンド目はまさかの、スナイパー2丁にピストル1丁。序盤はスナイパー合戦、終盤はピストル合戦になりそうね。てかまた私たちマーキングされてるし、敵から見たらあんな感じに肘型が出てるんだな。でも大丈夫、僕らならきっと勝てますよ。力はわー。味方さーん。頭ぶち抜かれちゃったよ。どうしよう、これまた大胆な作戦を取るしかない。グラップラーを使い、早めにアンチの中心まで移動。危険ではあるけど、なんとか建築で耐え忍んで、最終決戦にかける。それまでもつといいけど、な、裂け目に巻き込まれた。補給物資から出てきたものだろうな。これめっちゃラッキーじゃない？飛んでる間は基本狙われないから、安全に人数減るまでの時間を稼げるわ。スカイダイブはせず、ゆっくりゆっくり降りようぜ。でも当然、一緒に飛んだ人も考えることは同じだよね。この木の上で戦闘が勃発しそうだわ。しかし相手はシールドなし。倒しきれなかったけどこっちもなんとか生きてる。さあ、奇跡は起こるか？上の人落下ダメージで倒れた。この人も白ダメ、いけるかも。さあ、ピストルの打ち合いだ。や、やった。すげえ、また勝った。裂け目に巻き込まれるというラッキーがあったとはいえ、3ラウンドで2勝できたのは大きい。途中抜けしてる人もいて人数も減ってきたし、マジでビクロイあるぞこれ。しかし依然としてマーキングされてるし、不利であることには変わりない。今回はこの屋根の上をキープしないと勝つのは厳しそう。でもすでに他の敵も登ってきちゃったな。
壁をぶち破って強引に攻めてくるか。くそー、一旦下に退散だ。でもすぐ取り戻す、ショックウェーブがあるからね。よし、いいジャンプだ。あとはこの場所をしばらくキープできれば。よしよし、やっぱここ一番強い。しかも今回はスカーが配られてるから、上からかなりの圧をかけていけるな。問題は、相手もショックウェーブを持っているということね。ほら来た。ついに上取られるか？うわ、空中でめちゃくちゃ当ててきたし、ちょっとこれはまずい。うわぁ、めちゃくちゃ綺麗にやられたな。相手さんお見事だったぜ。私の時と同じ倒し方。これは相当気持ちいいだろうな。その後連敗するもどのチームも3勝には届かず、勝負はラウンド7までもつれ込んだ。そろそろ敵チームも勝ちそうだ。最後の勝負になるかもな。って、金のヘビスナーンじゃん。やばい、それは熱すぎる。神モードか？これまでも色々懐かしい武器があってテンション上がったが、まさかヘビスナまであるとはな。よっしゃー、早速狙撃していくわよ。よし、ヘッショではないけど当たった。やっぱり最高だね、あの音は。今回の配布アイテムでは、相手はシールド回復できないぜ。今撃たれたらやばいけど、リスクを取って交渉取りに行く。よし、これで今回もかなり強ポジ取れたんじゃないか？てか待って、敵あと一人じゃん。2対1だ。マジか。あそこにいる。最後は僕に任せてよ。やったー。え、マジ？信じられない。僕たち、もしかして。ピクローン。いやー、最初から人数不利の状態でよく勝ったな、マジで。めちゃめちゃ熱い試合だったってのもあるけど、今回は超楽しかった。これよこれ、フォートナイトはこうでないと。ヘビスナなどの歴代の神武器、そしてボットのいないプレイヤー同士の真剣勝負。最初にも言ったけど、最近フォトナから離れてる人でも、このモードならガチで楽しめると思うわ。いつまでやってるかわからんけど、よかったら遊んでみては。ということで、チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、よければお願いします。それじゃあまた別の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。